幸せとは星が降る夜と眩しい朝が繰り返すようなものじゃなく、大切な人に降りかかった雨に傘をさせる。何のために生きてゆくのか、答えなんてなくていいよ。会いたい人と必要なものを少し守れたら、幸せとは星が降る夜と眩しい朝が繰り返すようなものじゃなく、大切な人に降りかかった雨に傘をさせる。道が正解だった人、誰かのために費やした人、自分を生きた